皆さんこんばんは。ごめんなさい。はい、今から沼田さん入ります。1121竹こんばんは。 Good guys fishing こんばんは。OK、 少々お待ちください。OK、 沼田さんもすぐ入ります。あ、あ、ソーリーソーリーソーリー、ごめんなさい皆さんどうもどうも。2人まででしたね。そうそうそう、知らなかったけど、ね、じゃあ、すいません。最初の30分は正直にしますので、残りの30分は、はい、ピークアップバースの話してもいいですか。そうですね、うん、もちろんです。ありがとうございます元気ですか。あ、お元気。いや、元気にしてますよ、ね、ローズさんも元気そうで。あ、辛いですけど、まあ、毎日我慢しかないんですよね、うん、うん、まあまあ本当そうですねはい、そうそうそう。日本はいつから、なんていうのね、釣り行ける感じですか。ね、もう私が住んでるところは、うん、まだしばらくちょっとダメなんですけど、うんうんうん、今月後半にはもう半分以上の県とかがある程度こう自由に釣り行けるようにはなりそうな雰囲気ですね。おお、いいですね。懐かしい。ここはまだできないんですけど多分そうですね、あの私が住んでるところもまだできないですよ。あ、そうなんですか、うん、そうですね。いや、難しいね。OK、じゃあ、皆さん、ね、日本語でも、English and English too. Yeah, if you have any questions about Showa Jigging today, in English, you can please go ahead and ask Numata-san as well as myself. We are both from Palms, and oh, he's from Palms. Yeah, I'm just a Palms team monitor. Okay, so, yes, please feel free to write your questions below, and we will try to answer. From 30 minutes later, we will talk about peacock bass fishing. Yeah.Okay. Hi, everyone. I'm Junichi Numata. I work for Palms and work as rod designing and salt lure designing. This is my first time joining Ms. Laurette Instagram Lives. I look forward to have a fun time with everyone tonight.素晴らしい。英語うまい。聞いたことない。Just a little. Okay. 最近イズマイル、友達ね、Good Guys Fishing のイズマイルと私は、昭和次元のことの話をなんか復活して、なんかシンガポールの水深は本当に浅いんですよ。5メートル以下。で、30グラムジグ投げたらなんかちょっと、ね、あんまり、うん、どういう、ね、そう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 、で、うん、どういうルアーがおすすめですか、そういう場合。自分の場合は例えば水深が5メートルだったとしても、うん、最初はちょっと広い範囲を探っていきたいんで、うん、重いジグは使います。で、おそらく、うん、まあ、僕も一度シンガポール行ったことあるんですけど、おう、いや、うん、かかれば結構大きい魚がかかる可能性もあるじゃないですか。そうですね、トレバリーとかね。そうなると、うん、P ラインも例えば 1.5 号ぐらいを使って、うん、まあ、30グラムとか40グラムを使って、まずは釣ってみるんですよ。おー、うん、なるほど。それでも反応しない魚がいるのであれば、うん、もう今度スーパーライトタックルって P0.3 号とか。0.3 号、うん、それをピンウィールでこう使っていくような。I see. Okay, so, ちょっと通訳しますね。Okay. Okay, so what Numata-san just said is, even though in Singapore the depth is like from shore, less than 5 meters, he would use a heavy jig, like 20 grams, 30 grams ぐらいですか? 30 grams ぐらい。Okay, so about 30 grams, he would use that and check different points to see if there's any reaction or any bites or chase. But if there isn't anything, then he would downsize it to a super light shore jigging tackle with a...For example, PE 0.3. で、その場合は、ミニチュアダックスとか、
を使います。Yeah. Richard Alexander and Smelt TG. Smelt TG, right, right, right. Yes. Yeah. Mm-hmm. Their lineup is 10 grams and 40 grams. Mm-hmm. This weight is very useful. Yes, that's right. That's right. Mm-hmm. そうですね。Yeah. で、PE0.35 で 14 グラムの、ミニチュアダックスは大丈夫ですか？あ、問題ないです。It's, no, it's okay? なるほど。そう、最近ここ、ここら辺でもアジングがすごく流行ってますので、はい。で、ピンキーラインを使う人も多いですよね。エクセル、エクセルじゃない、エステルライン。そう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 。うん、伸ばせるタイプですよね。で、2.3 ポンドでマイクロジグ、10グラムとか14グラムはなんかきついですか？きついです。きついっていうのは、いや、伸びちゃうんですよ、やっぱり。そうですね、はい。うん、で、P ラインっていうのも決して伸びないわけじゃなくて、うん、8% とかぐらいはやっぱり伸びるんですね。うん、はい。ナイロンラインだと 30% ぐらい伸びるんですよ。そうですね、はい。ね、で、まあ、どんなに伸びないモノフィラでも P よりはやっぱり伸びちゃうんで、うんうんうん、感度がどうしても落ちちゃうんですよね。ああ、なるほどね。じゃあ、ちゃんとフッキングできないっていうことですよね、伸びちゃうから。あとね、当たりが感じられないんですよ、うん、手で。ああ、はい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 。で、アジの場合は特に、うん、口が柔らかいじゃないですか。はい。だから、その、でジグを、ジグなりこうワームをね、うん、バイトした瞬間を手元でこう感じたいんですよね。ああ、はい、うん、なるほど。それが伸びちゃう糸だと、うん、感じにくくなっちゃうの。それで特に、うん、ジグを使った場合、ジグが重いじゃないですか。はい。そうするとよりこうアクションの時とかも糸が伸びてるんですよね、うん、はい。だからジグヘッドみたいにごく軽いものを使った場合だけ、うん、ああいう伸びる糸は非常に有効なんですよ。じゃあ3グラムのミニチュアダックスとかは大丈夫ですか？3グラムから下は大丈夫。ああ、なるほど。1.5グラムとか 0.9 グラムとか、うんうんうん、そういうのは全然問題ないです。なるほど。いや、はい、自分も挑戦してみたいと思います。そんな感じ、うん、面白いですよ。面白いですね、はい、面白いです。そうですね。でもアジって言ってもちょっと種類が違いますよね。ヒラアジの仲間だったりします？そうそうそう、シンガポールは。あと、マブサキマージとか。ね、ああね。うん、見ましたよ。結構大きいですもんね。そう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 。大きい。うん。うん、ファイトが楽しみですよね、いつも。なんか、小さい。そうそうそう、ライトタックルで。そうそう。ね。実は、イスマイルから質問あります。イスマイル、you had a question for、はい、沼田さん、right? He wants to know、ちょっと待って、ちょっと。Do you want to try shore jigging withlarger jigs in Singapore. シンガポールでショアジギングやりたいんですか？まあ、でかい。Yes. I look forward to fish in Singapore. 、そうですね。いつか来てほしいですよね。またもう一度。そうですね。うん。いや。と、あともう一個、イスマイルからの質問。So Ismail's other question is, what would you recommend for somebody who is goingto try shore jigging overseas for the first time. と初めて海外でショアジギングをする人にどういう道具をおすすめですか？ね、うん、一番最初は、うん、まずいわゆる僕らがライトショアジギングって呼んでるカテゴリーがおすすめなんですよ。うん、はい、で、うん、okay. そのカテゴリーがどういうものかっていうと、うん、大体ですね、30グラムから60グラムのジグを使って、うん、P ラインは1から2号ぐらい。1から2号、はい。1号、2号。で、ロッドは、それに耐えられる、例えば、ショアガンエボルブでいくと、うん、ショアガンエボルブの103の H プラス。ああ、はいはいはい。2ピースモデル。で、うん、そうですね、うん。で、シマノの、そうですね、4000番。こんな感じ。あ、これ逆になってる。大丈夫です。よくある。大丈夫ですか？はい、クイーン。Yes、浩平さん、こんにちは。じゃあ、例えばその、うん、
ゴーピースロッド。あ、はい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 。障害ゴールの、SSGS86ML は、はい、まあ、基本的にキャスティング用ですよね。そうです、基本的にはキャスティング用です。うん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 。マイクロジグとかはもうでも大丈夫ですよね。あ、全然問題ないですね。そのキャスト範囲であれば、うん、もうジグでも全然キャストできますんで。うんうんうん。もうそれに合わせるんであれば、リールはまあ4000番とか、あとは3000番とか。うん。で、やっぱり P ラインはジグ投げるときは、1号から2号の間ぐらいが一番使いやすいです。はい、はい、はい。なるほど。じゃ4000番シリーズ。So 4000 series Shimano reel with、Shogun Evolve 103H plus H plus BL。そう、そのモデルはイスマイルが、注文したやつですよね。そのあ、本当に。そうそうそう。最近すんない。So Ismail is from Maldives and、he wants to try shore jigging in Maldives. So. Oh, Maldives. There is there the how big size fish in Maldives? Shore ですよね。Shore の話。Shore. うん。Big fish and small fish? うん。そうですね。私モルジブで釣りしたことがないんで、どれぐらいでかいサイズが釣れるのか分かんないんですよ。そうですね。でも彼から聞くと、なんかあのブルーフィン、カスミアジがすごく多いと聞いたんですよ、彼から。ああ、うん、そうするとね、うん、あの特に浅いところでカスミアジやるときは、うん、結構今のタックルでもあのスリリングですね。はいはいはい、うん、まあ、サイズにももちろんよるんですけど、はい、もう30センチぐらいまでのサイズだったら全然問題ないんですけど、うん、それが例えば50センチとかから上になってくると、うん、すごいあの走っていきますんで。ああ、そうですね。面白いですね。うん。ね。OK、彼が言ったのは、very big、でかい。で、磯マグロは釣れます、ショアジリングで。おお、それはね。あのもう一つ強いタックル持ってった方がいいかもしれない。例えば、どういう字が言うのか、例えば、こういう、うん、字柄の字は、そう。それとも、そうです、そうです。それとも、あのこれセラスですよね。あ、そうですね、うん、この手です、この手です。この手が、うん、うん。いいですね。100グラム。そう、あの、まあ、100までいかなくても大丈夫かもしれないけど、うん、少なくともロッドはもう一つパワーを上げた方がいいかもしれないです。例えば103の XH とか、うん、106の XH とか、はいはいはい、うん、そうすると 100g な、うん、投げれるんで、はい、まあ、逆ですけどね、これ今大丈夫。HX301 になっちゃって HXXまあ、G、ゼロエネルギーじゃなくて。そうそうそう。魚のサイズにもよりますけどね。はい、そうですね。で、そういう場合は、ツインパックの方がいいか、シングルの方がいいですか？シングルの方がいいです。So this is better,、Ismail, he's saying you should use a single、サイズ、これ1？ 違う。4？ もうちょっとでかいですね。それは多分30ぐらい。うん、そんなに大きくないかな、うん、忘れました、これ結構古い。So, so Ismail is saying you need a big hook, a single hook like this、and you can also use a jig、as big as this, but it doesn't have to be 100 grams 60-80g とか、What? そうですね、80-100とかそこら辺までです。80、以上。 So from 80 grams and above、he's saying that it will work for、shore jigging in Maldives、実はあのちょうど今月マルディブに行く予定だったけど、コロナの影響で結婚されて。なるほど。そうそうそう。でも、うん、また行きたいと思います。今年できれば。うん、そうですね、うん、あの。本当にそれこそジグからトップウォーターの釣りまでね、両方楽しめると思いますんで。そうそうそう。うん、で、実はあの本当にマルディブで使いたいのは、こういうポッパー、あの何、これタンポップ、はい、使いたいと思って、で、そういう場合はその5ピースの
小眼イバウム86mm は大丈夫ですか、うん、今度強すぎるんです、今度。竿が。あ、これは強すぎる。そう。でもしターンポットとか使うんであれば、うん、ピンウィールの方がいいですね。あ、ピンウィールね。はい。ピンウィール。その中でも一番パワーのある、うん、例えば、77L プラス。77L プラス。77L プラス。そういうのに合わせて上げて、こう、うん、ルアーの大きさが軽いじゃないですか。はい。そうですね。で、そこに強さを持ってくると飛ばないんですよ。飛距離が出ないんですね。そうですね。確かに。はい。うんうん、なんで、使うルアーがもうある程度決まってたら、ラインもそれに合わせて補足して、うん、使っていくロッドもライトなものにしていくんですね。うん、お、全部のバランスを取ってあげると、うん、逆に細いタックルでも大きい魚が取れるんですよ、うん、そうですよね、確かに、うん、はい、で逆にターンポップ使って今のショアガンエボルブ使うと、うん、今度竿が強すぎて、うん、針が例えば伸びるとか、うん、はい、結構ねそういったデメリットが出てきちゃうから、あ、全体のタックルのバランス、うん、これが非常に重要になります。なるほど。はいはいはい。うん、なるほど。じゃあ、ピンウェールの一番ヘビーのモデルですよね。そう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 。うん。ですね。なるほど。はい。彼も他の質問があるけど。うん、いっぱい来てますね。まあ、実はピーコックバスの質問はあるけど、今答えても大丈夫ですか？あ、僕、ピーコックバス釣ったことないんですよ。おお、でもバス、うん、一緒ぐらいかもしれないんですよね。うん、あ、そう。とでも、ピーコックバスはイズマイルの方が多分全然得意だからね。イズマイルは、イズマイルの家は、実はあの川の近くにあるから、いつか行って。そうなんだ。そうそうそう。仕事行く前に。それはいいところです。そう、実はあのベイマチック、はい、まだ使ったことないんですけど、うんうん、ずっと、ショアガンかピンゲル、うん、ばっかりなんで。なるほど。とベイマチック、でもね、そうそうそう、なんかパワー的にはベイマチックいいかもしれない。すごく綺麗ですよね、ベイマチック。なんかピーコックバスに使いたいと思って。So、I've been thinking of trying to use this rod for a peacock bass in Singapore, ベイマチック pumps.、うん、yeah, it's very, very nice finishing. これが一番好きだよ、これ。ありがとう。あ、自分のついてないじゃん。後ろ何もついてない。これサンプルなんですよ。サンプル、ああ、なるほど。でも、あの、パワー的には面白そう、この竿が。うんうん、ね、そう、うん。非常にいいと思います。そうですよね。うん、なんか、ピーコックバスとかに使えそうかな。そうですね。もともとは日本のシーバスのボートシーバスに合わせたパワーがあるんで、うん、ピーコックバスとかでも全然パワーは十分あります。ああ、うん、じゃあこれはこのモデルは 70mm ですけど、両最大の、そうですね、うん、多分ベイトモデルだったら、うん、70がいいと思います。ああ、はいはいはい、ベイトモデル1個ありますね、うん、73.1、うんうんうん、そうですね。それだとね、結構、強いですよ。もしかしたらそっちの方がいいかもしれないですけどね。なんとも、うん、釣ったことがあればすぐ言えるんですけどね。あまあまあまあ、でも。うん、まあ、比較的でも小さいルアー、20グラムとかまでだったら、うん、70mm の方がいいかもしれないですね。70mm。1個上ですね。ああ、そうですね。70の M。あ、例えば、うん、そっか、スピニングでやるか、ベイトでやるかでもありますけどね。うん、うん、うん、はい、うん。なるほど。一回、この、オーロラ、これ、オーロラヤマメかな、アンレスの、はい、サムシャード。一回、一緒に、イズマイルと、もう一人、友達と一緒に行って、うん、で、本当に手前に釣ったんですよ。でも、ちっちゃい、これぐらいかな。うん、ああ、なるほど。そう、でも目の前に落ちたから、うん、でもチーズ結構ある、表層で。ああ、うん、そう。面白い釣りですね。すごくなんかアグレッシブな魚だなと思って。なるほど、なるほど。うん、でもそのサムシャートを使うんだったら、70の ML でいけますね。うん、あ、そうですね、うん。はい。
ちょうどバランスがいいです。ちょうどいい。うんうん。うん、実は今僕が手元に持ってるこれはね、あのベイトロッドなんだけど、うん、パワーとしては、うん、ライトクラスの、うん、おロッドのサンプルです。あ新商品のつもりで開発したんだけど、はい、製品化してないやつです。あでもね、おそらく今の話聞いてたら、うん、これがちょうどいいですね。あじゃあシンガポールでなんか使えそう、ちょうど良さそう、うんうん、今度送ります。 ありがとうございます。使ってみて、いやいやスマイルと一緒に使ってみて、とりあえずこの竿で一回頑張ります。アンジェルとかで、そうですね、リールは私スピニング方 の方が好きですけど、3000番とかは大丈夫ですよね、はい、3000、あもう全然全然、うん、OK ですね。で私がリール選ぶ時の基準は、うん、あの使う糸のラインキャパシティですね、うん、例えば1号を使う場合だったら、まあ、基本的に最低でも 200m、うん、そうですね、はい、200m でいい、うん、で通常は私ショアジギングやるときは 300m 負けるサイズのリールを選んでます。うん、っていうことは5000、6000シリーズぐらいですよね、以上。そう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 、うん、例えば P の2号3号使うんだったら5000、6000だし、うん、P の 1.5 号使うんだったら4000番、うん、はい、で1号とか 0.8 号使うんであれば3000とかっていうサイズで全然問題ないです。なるほど、うーん、じゃあ今度、うん、ピーコックバスやってみたいと思います。ピーコックバスと代表結構います。うん、ね、これ今日本当はあれなんだよね、英語でやっていこうっていう予定だったんですよね。あじゃあ、またさん、それで英語で言ってください。一つずつ単語しか言えないんで、単語で答えます。いいよ、大丈夫です、大丈夫。Okay, Ismail, so, Ismail, so, Numata-san is going to explain to you about how we can use the Baymatic rod. Remember, I used this rod with you guys the last time, for peacock bass fishing, and, the lure that you can use.Remember the thumb shed I showed you the other time? So yeah, he's going to try and explain it in English. Hey, どうぞ。はい。はい、Ismail. Nice to meet you. I think the better the rod, the Baymatic. If you use a Baymatic series, I recommend the BMTS 70mm.Mm. This model is just for peacock bass. Mm. But I have not fished peacock bass. So I answer by my image only. Sorry. Yeah, 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 yeah. 全然問題ないです。伝わりますか？伝わります。全然伝わりますよ。今村さんから質問があります。Could you let me know what is the suitable length of leader for light shore jigging? Light shore jigging の一番おすすめなリーダーの長さは何ですかっていうことです。Always I use fluorocarbon leaders. Light shore jigging. Light shore jigging is under 60 grams jigs. I use about 2 meters leader.But more weight jigs about 100 over. I use about 4 meter leaders. 4 meters. Yes. Because the fish run to the rock and the shade area. This is stuck and line breaks.I use 100 pound fluorocarbon leaders, 4 meter. It is, I think, a best balance. 実は村さんは日本人ですけど。ごめんなさい。村さん、日本語でいいんですよ。めちゃくちゃ。あ、でもまあまあ、すごくよかった。ありがとうございます。お願いします。30分あっという間ですね。そうそうそう。お、ね、早いですね。はい。ね、あっという間。最後の質問いいですか？どうぞ。まず英語で、それから日本語。So, the last time Yumata-san talked about Spacer PE,
Yes, space a PE, so with one PE line from your reel, another PE line that's a little heavier, and then a shock leader, so two FG knots. I'm going to ask him, for what kind of fish do you target for that setup? Okay. So, 前回 YouTube ライブ配信しましたですよね。その時、そのスペーサー、そうそうそう、どういう魚をターゲットしますか、そういう場合。キングフィッシュ、イエローフィン、and ツナ、about over 5 kilograms fish. Charging. Yes, charging.その目的は、日本語になっちゃった。大丈夫です。大丈夫です。通訳します。大丈夫です。スペーサーを入れることで、はい、こうキャスト時に太いリーダー使っても、ラインがこう暴れないで、ガイドに巻きつかないでキャストできるんですよ。それが一番大きいメリットです。ラインってその リーダーの?そうそうそう。ここからリーダーが抜けるときに、ここに絡んじゃうんですよ。はい。で、それを防止するためなんですね。Okay, so to have the spacer, it's really good for big fish like this. So like you said, kingfish, tuna, and things like that. And it's also important that you have that spacer PE, so that it doesn't get hooked up when you're or stuck in the guides. Yeah, the guides of your rod. ちょっとそのスペーサーの、なんていうの?スペーサーのセットアップ、ちょっと書いてくれますか?逆になるけど書きますよ。あ、大丈夫です。頑張ってください。ありがとうございます。大体ね、PE が、まあ、5号を使ってたとしたら、スペーサーは10号。うん、で、大体です。およそこういう感じで逆になっちゃいますけど、はい、これスペーサーです。スペーサー PE 倍ぐらい、大体使ってる PE ラインの倍ぐらいの強さの、あ、はいはい、それ PE、これを3、2PE2、5、あ、ごめんなさい、5、うんうん、はい、おお、5になった、上手上手はいはい、5、 OK、10。スペーサーは10。ああ、はいはいはい。うん。なるほど。15ですね。じゃあ2倍。うん。スペーサーは2倍。そうです、2倍です。大体2倍です。OK、うん。So、長さは8メーターぐらい。8メートル。8メートル。リーダーの、それとも、あ、スペーサーだけが8メートル。スペーサーが。おお、うん、長いですよね。長いです。Okay, so Ismail, I'm going to explain to you. He mentioned that it's good to have a spacer PE that is twice the weight of your original PE from the reel. And that spacer PE is about 8 meters long. で、そういう時は FG、FG ですよね。FG ノット。そうです。FG、FG です。素晴らしい。やってみたいです。ぜひ。もう全然あれが違いますよ。ミスがないです。キャストミスが。おー。うん、なるほどです。スパーって飛んでるんで。じゃあ、イスマイルはワオって言いました。ワオ。イスマイル、ありがとう。シンガポールではスペーサー PE の使い方はあまり、ね、しないと思うけど、ちょっとアルバイト。日本もいわゆるライトショアジギングって言って、60グラムより軽いジグを使うときは、あんまりスペーサー使わないですね。やっぱり、こう、ちょっと強い釣り、でかい魚釣るような時にはスペーサー for big fish 入れていく方、はい、うん、Ismail 勘違いした、very long leader じゃなくて、Ismail is not the leader length, it's the spacer PE. The spacer PE is 8 meters. Yeah. How do you tie a spacer PE JK egging? We would do two FG knots, so one FG knot with the PE from your reel and another FG knot to the shock leader. Yes. Yeah.一番下に、じゃあどうぞ、沼田さん。なんか、あ、これね、初速の抵抗を減らすというよりはですね、うん、糸を暴れなくするんですよ、その結び目で。うん、それが目的です。で、まあ、当然それによって初速というより、まあ、抵抗が減るもんで、まっすぐ行くんですけど、うん、
P ラインとショックリーダーを直接結んじゃうと、ここがこうバタ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 ってキャストの時暴れちゃうんですね。そうですね。でそうすると、ガイドに絡むんで、それを防ぐためにスペーサーを入れていくというのが目的です。はいはい。なるほどですね。うん。じゃあ、それもモルディブでやってみたいと思います。一回。あ、ぜひ有効有効ですので、やってみてください。うん、そうですね。はい。OK。じゃあ、今日正直にはここまでですけど、この後は、そうですね、うん、ピーコックバスの話を続けます。イスマイルの。はい。はい。わかりました。ごめんなさい。今日2人ずつしかダメなので、今度また、ね。本当は3人で話したかったんですけどね。そうですね。でもまた今度、ね、こういう、インスタライブ続けたいと思います。うん。そうですね。今度もうちょっと僕英語練習して英語でやりましょう。いやいや、大丈夫、大丈夫。英語は大丈夫ですよ。かなり。うん。Okay, so everyone, thank you very much for watching. For short jigging, it will be until here because Ismail will come in from now to do a peacock bass questions. So, Nomata-san, 多分、Ismail もし、質問があれば、ぜひ次のインスタライブをご覧いただいたら嬉しいです。そうですね。大丈夫ですか？ええ、もちろんです。ありがとうございます。So, Ismail, Nomata-san will be around, and if we have any questions about peacock bass, he will be watching and he will answer the questions as well. Okay? So, okay! Thank you for watching Instagram's live. See you next time. Thank you. Okay, ありがとうございました。ありがとうございます。はい、失礼します。